Hello, you're listening to After 5 English YouTube blog. こんにちは、バンクーバーからお届けしております After 5 English の久美子です。今日もよろしくお願いいたします。 By the time you watch this YouTube blog, I'm heading to Tokyo in the middle of August, which I think is going to be fun. But at the same time, I don't really know what to expect for the heat, and I'm saying this again and again and again. So, というわけでですね、今日は発音でもなくフレーズでもなく、どうすれば会話が続くのかなっていうことをちょっとこう私なりの経験を踏まえて話していきたいと思います。日本語です、ご安心ください。私自身16の時に、ちゃんと英語を話し始めるようにはなったんですけれども、周りに日本人が一人もいなかったんですね。なので本気で本気でサバイバルしなきゃいけなくて、で会話を続ける、例えば英語を話せるようになるには本当に本当にいくつもの側面があるんですけれども、私がこれはラッキーだったなって思うのが、出会った友達にすごく恵まれたと思うんですよ。みんな本当にいい子たちで、いまだに連絡を取り合っているんですけれども、シドニーの高校時代の友達です。うち一人はですね、二度も日本に遊びに来てくれました。みんな今でも全員シドニーに住んでいるんですが、最初に私が全然英語が喋れなくって、本当に友達がいないし、もうなんかオーストラリアに来たとはいえ全然なんか楽しくもなんともないし、なんかホームシックとまでいかなかったけど、なんか不毛な毎日歩んでたんですね。でその時にジェニーっていう私の目の前に座ってたチャイニーズオーストラリアの女の子が話しかけてきてくれて、で最初本当何言ってるかわからなくって、はあ、もうどうしようどうしようって、でもなんか私が間違えててもあまりそのいちいち指摘するとかじゃなくて、私が言いたいことを言葉尻ではなくってボディーランゲージだったり、私の目の色だったり顔色だったりで本当に汲み取ってくれた、コミュニケーションがすごい上手な子だったんですね。もちろん何回か本当になんか本気で結構な間違いをした時は Hey, hey, you don't say that way とかって言って、そんな風な言い方はしないんだよとか、 You don't use this in this situation とか、この状況ではそういう単語は使わないんだよとかね、いろいろこう指摘はしてくれて、でそうやってこうなんか下ネタだったりとか、あとは面白い表現だったりとか、ティーネイジャーだったので、本当に話は飛んでたんですね。なんかこう恋愛トークだったりとか、あとはその自分の親の話をしてたりとか、そういうので、共通の話題を、地域変われど経験はなんとなく似てるようなことをしてると思うんですよね。なのでそういうトピックで仲良くなってったんじゃないかなと思います。で私も私でこういう時ってなんて言えばいいのとかっていう時に、例えばよく How do I say when なんたらかんたらとか、例えば When I go shopping How can I say to try みたいな感じで、本当ブロークンで話してたりして、でそれをこうジェンディたちは汲み取ってくれて、あこういう時はこういう風に言えばいいんだよとか、なのでなんか身近なお手本があったことと、その子たちにもう本当に質問してばっかだとちょっとさすがに悪いなと思ったりしたんだけど、なるべく遠慮しないで、もう自分はもう間違っててもいいんだって思った勢いで、そんな勢いで質問してました。でジェニーもあと他にもジョーディ、ブルーク、ニコール、ノーラって私の中のこう仲良し6人組、この6人で、よくつるんでたんですけれども、みんな本当にこうそれぞれにいろんな教え方をしてくれたり、それぞれにいろんな接し方をしてくれて、みんなの話し方とかトーンが私の中でのお手本となりました。なので身近なお手本を見つけることがまずすごく近道じゃないかなと思います。で遠慮しないで質問すること、How do I say when? だだだだだだみたいな感じとか、How can I say this? とか、How do I pronounce this? とか、遠慮なくコミュニケーションを取ってみてください。以上、ちょっとしたコツというか、ちょっとした近道のお話でした。Thanks so much for watching, and I hope to see you again soon. Bye!